皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナル TV より世界宇宙へ目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間常時放送になっております。24時間お楽しみでございます。いや今日さちょっとみんなにまず話したいことがあるんですけど、収録がね午後からなんです。大体というか全部で今日通常はねもうそのまま電車乗ってねこのスタジオに入るんですけど、今日はちょっと午前中に打ち合わせがありまして、その流れでねちょっとお昼食べてって、まあ、なるじゃないですか時間が、まあ行ったわけですね。このスタジオの近くのねあのカフェね、喫茶店じゃなくてカフェがあるんだ。おしゃれな、本当におしゃれなところなんですけどね。でも時間もないねっていうところで、じゃあまあささっと食べれるカレーにしようかって言って、でそこのカレーもこだわってて、あの何ご飯もなんか五穀米みたいな感じで出てくるわけですよ。でカレーのルーがあって、揚げたお茄子がちょちょちょって乗っててね、じゃあ朝食べようと思ってパッと、ね、五穀米、あ健康かなんか気使ってんだなここのカフェと、食べたらもう飛び上がるぐらいから、あの食べてる最初にこう髪の毛が全部上に立ちましたからね、これがガーっていうあの昔の突っ張りみたいな感じでね、っていう話もあります。まあ、突っ張りといえばですね、もう多分この時にオンエアになってるかもしれませんけれど、はい、シャナナの特番が今週か来週か再来週か年内か、あもう終わってる？あ終わってんだって、もう終わりましたというところでね、アーカイブで見ていただきたいのは、何がつながってるかっていうと、さっきは髪の毛が全部上がったよっていう話をしましたけど、まあ場合によってはヘビメタっていうのも取れるとは思うんですが、まあ昔のね。ちょっとほら短ラン着てこうリーゼントしてる人とかこうちょっと立ててる人とかいたと思う。そこのつながりで俺たちシャナナ族というね特番2週にわたってやっておりますので、ぜひホームページから行って何時にやってるか見ていただければというふうに思います。今日は間違いなく私お一人様会でございます。その前に一旦 CM 入ります。 CM です、どうぞ。シャナナンバーシャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、お帰りなさいませっていうところでね、最近私髪の毛ストレートにしてるわけです。そうなのよ。でも、ま、巻くとねまあいい感じでこの辺でわちゃわちゃとなるんですけど、コテでコテを買い替えたわけですよ。今まではコテそのロールのやつしか持ってなくってね、でちょっとストレートもできてロールもできるというやつを購入しまして、ちょっとストレートにはまってるんですけどね。あれです、私1年今髪の毛切ってないですよ。あの髪は染めにはいきますけど、ね、あのでもちょっといい加減にやばい。あの収録の時は下ろしてるんですけど、基本日頃はもうくるくるって前も緩めてクリップみたいなんで止めてる感じなんですけどね。やばい、今日一人なんですよ私。で今日はなんか目の前にねいつもあのいらっしゃる方がいるので、ついつい楽屋トークかなと思うんですが、そうじゃないっていうところなんですが、もう2023年12月18日からの週の番組になりますけれども、もう来週ほらクリスマス、あクリスマスイブね、クリスマスありますけど、皆さんどのようにお過ごしですかっていうところなんですが、これさ本当にクリスマスっていうとまあ小さい頃ね私たちの時代もクリスマスケーキってありました。今と何が一番違うかっていうとバタークリームだった。覚えてる？あそんな人いなかった？いなかった？バタークリームって知りません？今は生クリームじゃないですか。あれがちょっと バタークリームって言って、なんていうのかな、こってりしてるという言い方すればいいですかね。そういうケーキの方が多分ちょっと単価が安かったんじゃないかなって今思うんですけど、いう感じがあって、多分ね私それがね多分ね口に合わなくて、結構大人になってからも外ではそういうことしないんですけど、まあ、ケーキとかね自宅にあったりするときにすっごい面白い食べ方して、周りのクリーム全部取って中のスポンジだけ食べてたんです。その多分ねバタークリームがその時に多分口
識に合わなかっただと思うんですね。今食べたら分かんないですけど、今はもうどこ行っても生クリームだから、あのそんなね甘さもそんな甘くなかったりするんですけど、なんかすごいコテコテだったんだろうなっていうのをすごいクリスマスの時期になるといつも思い出すんですけれど、まあ、皆さんはどうですかね。どんな感じの、まあ、ケーキを絶対食べない家もあると思うし、絶対食べる家もあると思うし、何かねクリスマスだけどチラシ寿司って家もあるかもしれないじゃないですか。まあいろいろ思うところなんですけれども、まあ自分たちもね子供ができて、子供が小さい時には何そのキャラのお人形が乗ってるやつ真ん中にポンって、あれ本当にね高いの、もうびっくりするくらいでしたけど、でもなんかね、まあ、親心としてはね、まあ、ちょっと買ってあげたいなっていう時期がありまして、通常で買ってましたけど、でもまあ1日ね24日とかが高いんですよ。25の朝も通常の値段なんですけど、25の夕方以降になるとちょっと安く半額ぐらい、まあ、ちょっとそこを狙ってね、でもほらクリスマスじゃんみたいなね感じで、で一応男の子女の子いるので、ね、2人分を1個の値段で買えるっていうすごいありがたい話だなっていうのもあります。だから特にクリスマスだからどうなの、皆さんパーティーしますか。我が家はもうなんかねケーキあるからいいじゃんっていうところなんですけれども、でもクリスマスパーティーをしたりとかも結構いい、でも今大人が結構楽しんでたりするかな、ホワイト白いねお衣装でみんな集合してなんかこう楽しみましょうとか、よくそれをね SNS で皆さんがアップされてるのを見てるっていうところになるんですけどね。まあもうなんだろうね、なんかもう家でゆっくりしてる方が一番のご褒美だなっていう風に最近は思うんですけれども、まあ、それはね別にねすごくおばあちゃんになってきたっていうことではなくって、多分もうなんかもうちょっとやり尽くした感もありつつ、ちょっともうねもうめんどくさい的なところもやばいですね。多分これが一番やばいんだと思うんですけど、っていうところもあるなというのは感じておりますけどね。まあ皆さんいかがでしょうか。いや、その、なんだろうね、若い時の、ね、彼氏がいてっていうその時代とかだったらね、行事ごとってすごい楽しかったとは思うんですけど、どうなんでしょうね。どういうプレゼントを皆さん選んでとか、またそういうことやってんのかな、家族間でとか、お友達でとか。あんまりなんか浮いた話もねなくて、まだちょっと時間もすいません、今日めっちゃグダグダな時でございますけどね、まあ、こんな日もあるというところでございますけど、まあ、年のせいでねもう師走に入っておりますので、まあ、気持ちはクリスマスも来て終わったらもうお正月に新年に向けてっていうところ、ちょっと気持ちがねこういい意味でたるんでくるというかね感じになると思うんですけど、毎年思うのがこの年末年始クリスマスから後っていうのは本当に食べる量と体を動かす時間っていうのは比例全くしてないので、お腹空いてないのになんか休憩とかしません？ちょっと外出てもね、なんか初詣とか初売りとか行ったとしても、もうちょっと歩いたらなんか疲れる、ちょっとお茶しようかって、お茶よりもちょっとケーキセットするとか、じゃあパスタでも食べようかって、もうあんだけお腹いっぱい食べたら2時間後にはまたカフェに行ってたりするわけです。もう飲み物でも入らないとか言ってるけど、なんか入るんだよねそういう時。あと女子のやっぱり特権としては口を動かす運動がすごいあります。話をすごいよくするってことね。なので日頃よりも口を動かす運動が多いですけど、その中ね意識しないで動かすよりも一つずつ、さ今日はこんなことがあってさっていう風にしたらすごく一石二鳥ぐらいでね、顔も引き締まってきて、お腹は出たとしても顔はシュッとなると思いますので、この年末年始ぜひ試していただきたいなという風にも思っています。毎年最近行ってないんですけど、そう大晦日から元旦にかけてっていうのは、その兵庫県の淡路島に小野頃神社っていう神社があるんですよ。もう大体、皆さんご存知だと思うんですけど、ご存知じゃない方はまた後でググっていただければいいんですが、まあ日本発祥の地とか言われたり、まあ、いろんな説があるんですけどね。まあそこを、新年明ける、もう12時にはそこに参ってっていうのがあるんですけど、ここ数年はちょっとお休みしてますが、何年か連続で行ってる時に、30分前に行くのがいいか、10分前に行くのがいいかって、その境内にね、どれだけ近く待機できて、新年を迎えられるかっていうのをちょっと試したことがあったんですけど、で、大体、臨時の駐車場も空いて、で、紅白やってるじゃないですか。
で紅白、まあ、社内でね目安として、であの紅白終わったらいきなりポーンっていうね、 NHK 知ってます、行く年来る年の、それでは皆様良いお年を、こちらは何々寺のなんとかですって何じゃん、あれを見て出た方がいいのか、もう最後のその大鳥のところぐらい出た方がいいのかっていうね、ちょっと歩くのにも距離があるのねっていうところなんですけど、でも本当にね30分前ぐらいで本当に誰も並んでないんですよ。やっぱりこれ10分前ぐらいになるとこうわーっと人がね集まり出すって感じなのでね、どこのどうでしょうね神社さんもそうなのかとは思います。もうすごいね有名で大きなところは別だとしても、でもなんかあそこに居合わせた人となんかカウントダウンがこう自然と始まるわけですよ。3、2、1っていうね、思わず後ろからお賽銭投げそうになりますけど、ちゃんとね前に来るまでね、あの進んでいくまで待っとかないと、こうこうこう当てられたら大変なんでねっていうのも思いながらですけれども、でもまあそういうのを味わって、まあね、夜店とか、まあ、お店が出てるのね、ちょっと見て、でそこから、ちょっと距離はあるんですけどね、大きな大きな赤い鳥居がある、おのころ島神社っていうのがあるんですね。島じゃないんですけど、 なぜかそこおのころ島神社っていう名前になるんですけれども、でそこにお参りをするんですが、もうそこは打って変わって本当に、まあ、ちょっと規模的にはこじんまりとしてるんですけれども、まあ、そこはね本当にあの混み合ってない、さっきのその初め新年迎えたなんだっけ、インザナギイザナミのいるところの神社の名前なんだっけ、そこでそこよりも全然人は少なくなるんですけどね。で、まあ、そこでお参りをして、もうそれでもねお参りしてって言うと別に2時とか深夜2時とか行ってないんですけど、そこからなんと沼島っていうところがあるんです。でそれはフェリーに乗っていくんですけど、始発のフェリーって、まあ、7時ぐらいなんです、朝なので、ちょっと時間をね潰さないといけないんですが、おのころ島神社からそこのフェリー乗り場までもちょっと時間がありますので、車で走らせてそこで家族で仮眠を取って、フェリーに乗ってね、もうなので初日の出をフェリーの上から見るみたいな感じ行きまして、その沼島っていうところにはおのころ神社っていうのがあるんです。島なんだけど、そっちは島じゃなくておのころ神社っていうのがあって、そこにお参りをしたり、あとはね神立神岩というのがあります。あのこういう三角の岩が海の真ん中にあるんですけど、それがちょっと近くで見える場所まで行けるので、まあそこであのまたお参りをしてっていうところになるので、地元の人たちがねちょうどその高台のところから戻ってこられる時に、私たちは高台の方に向かっていくってい こう島に入っていくっていう感じになるのでね、本当にあの初日の出はフェリーの中から見ているっていう感じにはなります。なのでまあよかったら何でしょうね、旅行に来られるついでにそういうルートであのぜひあの回ってみられるのもいいかとは思います。なかなかそのおのころ島神社行って沼島に行くと本当にね人いない、ほとんどいないので、なんか本当にあの有名なところばっかり行くと人混みで結構疲れたり時間がすごいねあのかかったりっていうのはあると思うんですけど、まあそういうところはまたね 3日目4日目とかに行くみたいな感じの持っていただいて、結構穴場的に、まあ、パワースポットと言われているところではありますけれども、ぜひタイミングがあったら行っていただきたいとも思いますし、ぜひ調べていただきたいですね。なので沼島っていうところ、まあ沼島って調べたら多分いろんなこと書いてあります。なのでぜひそちらとおのころ島神社と何だったっけ、あそこさっき言ってます、ここです、はいここに行ってもらって、はい、イザナギイザナミ神宮ですね、行っていただきまして、ぜひそちらも見ていただきたいなというふうに思います。まあでも皆さんがね毎年行かれているそのまあ、ご実家に住まれてるとか戻った時に行かれてる近所の氏神様にももちろんご挨拶をねされるのもいいのかなというふうにも思いますし、ね、地元にいたらそこからまたご挨拶されるのもいいと思いますし、多分まあその時のそういう行動をして何かねお参りするっていうのはなんか気持ち的にもね簡単にそれをするっていうのがなんかこういい道が開けるんじゃないかなという自分の中暗示でもあるのかなというふうには思いますけども、まあ必ず素晴らしい道にはなってると思います。でよくね今年の抱負はって言った、私多分年始に番組で言っ
ってたかどうかすらも全然思い出せないんですね。なので言ってないかもしれないけど言ったかもしれないですね。ちょっとそこは不明なんですけれど、でもまあ今年を振り返ってっていうのね、まあまあまだまだ今年もオンエアもありますけども、振り返ってこう人生っていきなり何が来るか分かんないなと思いました。それが一番思ったのがやっぱ世界大会に行ったっていうことがやっぱ一番の、そんな夢にも思ってなかった、まあ、世界大会のお話はアーカイブの方を見ていただければお分かりいただけますっていうのがありましてね。そのなんかね、国内の旅行行くのでもさ、そんなよっぽど誰かの結婚式がいつあるからとか前もって分かってて予定組む以外はね、2ヶ月ぐらい前にいついつ行こうかぐらいのことだと国内でさえそうなのにね、まあ、海外に行くってなったらまた特にね、そんなこと夢にも思わないで、一番良かったなって思うのは、まあ、パスポートが期限が切れてなくて良かったっていうのがすごく、ちょっと時間がタイトだったのでね発行するのにもまた時間がかかるっていうところもありましたので、そこはねすごくありがたかったなっていうのに思います。そしてやっぱり人種がお国によって皆さんね、考え方とか価値観とか物の捉え方とか本当に違うんだなっていうのは、なんかさ見たり聞いたりどこかで触れ合ってはいるんですけど、なんかそういうのをまた今の私の等身大でそういうのを感じられたことがすごく今の私にとってはプラスになって、どういうところが具体的にかというと、やっぱりまあ日頃ね自分の生活だけをしてるとやっぱり自分の考えが中心になってしまったりっていうところはあって、まあ十人十色だからね、大人だからそのすごい自我ばっかりこう我がが我ががっていうことではないですけど、まあそっかと、やっぱりこう視野の狭さをすごい感じたというか、あの広くね自分は持っているつもりだけだったけども、なんかそれが、まあ、海外に行くことによって、まあ、気持ちもふわっとなってる部分もあると思いますが、あ、なんか本当に人間は悩んだりする生き物ですけど、なんか悩みがもうなんか悩みじゃないじゃんみたいなぐらい思うぐらいなんかもっとなんかだから全部どうにかなるし、生きてればどうにかなるんだなっていうのをすごく強く感じた時でもありましたね。まあ思い悩むじゃん、やっぱり あんな思いさせちゃったかなとか、もうちょっとこう動いておけばよかったかなとか、逆にいやその多分そんなつもりじゃないっていう頭では理解してるけど、その時に言われたそのの二文字が嫌だったとか、なんか人間で変に残ってたりする時は、その時は流してるんですけどね、なんかの時にこうふっと湧き出てくるっていうことがあったりしますけど、なんかもうそんなことぐらいもう本当風のようだよねと思って、シューってね、あスーっていくじゃんみたいな感じをすごい思っていたところにはなりますね。なのであの下向いててもしょうがないしね、何の話になってるのか分かんないですけど、なんかね、もう本当に多分ね、パッと目上げてこう視野広げたら、あ自分小さみたいなすごいこんなことでこんなことこだわってたとか、こんなこと気にしてたってなると思うのでね、ぜひあの空は広いように、皆さんの心も広くなりますし、器も広くなりますし、本当に考え方も多種多様ではありますけど、なんか十人十色だからこそこの世の中がなっていて、人それぞれがね、あの交わり合って学び合っていくんだろうなというふうにもすごく感じています。でも本当に日本人って真面目だよ、もうそれだけは思った。真面目っていうことと、本当にもうこれはよく聞きますけど、本当に日本って住みやすく安全な場所だなと、まあそこしか見てないって言えばそれまでになっちゃう、まあそういうところの方がもうほとんどなのでね、本当幸せ、だから日本人に生まれた人にはすごいね、それでもう そこに住めてるだけで幸せなことだなというふうにも思いました。でも世の中便利じゃない、もうさ、あ夜中3時お腹空いたと思ってもコンビニ行けば買えるしさ、まあ、例えて言えばだよ、ね、なんか今なんか情報なんかもうスマホ一つで何でも取り寄せられたり、それが事実じゃないわ置いといても、何か情報収集しようと思っても、ね、一回検索すればたくさんの情報が流れてきて、そういう幸せもありますけど、本当に身を置く場所っていうのは大事なんだなっていうのを感じます。なので、ね、海外にご縁があって海外に住まれる方も、いやそれはもうあの国の違い、習慣の違いって結構びっくりするところも多いだろうし、ね、外国の方から見たら日本人の、ね、
一緒に住むってなるとまた違うと思いますけど、こういうところがすごい素敵だなっていうのも言ってもらう時もありますし、ちょっとそれは不思議でしょうがないみたいなねところもあるみたいなんですけれど、まあでもそれはお互いになんか面白いよね、なんかすごいいいなと思いました。あの世界大会に行ってね、まあ、皆さんと触れ合って、ちょっと言葉はね取り違えると難しいんですけど、ある程度適当でいいって。だからさっき日本人真面目でって言うと、やっぱりこうさきっちきっちってしてるような感じよね。仕事でもさ、まあ、何時に行って何時に帰ってた、まあ、デスクの上も全部きれいにして、なんか鉛筆一つもペン立てに立てて帰るみたいな。でもまあ例えでは向こうの方で、まあ、時間になったらもう本当にまた明日来たらこのまま作業するからみたいなぐらいのね、ちょこちょこっとは片付けられると思いますけど、よくなんか映画のワンシーンとか、その向こうのねドラマとか見ててもそういうシーンあるんですけどね、本当にそうだろうなというふうに思いますね。なので一つ一つ真剣に向き合ってね、真面目にやっていくっていうことも大事ですけども、なんかそこに根詰めすぎてこう自分を見失ったり、自分を自分でこう苦しめてたり、なんか逆にこうなくてはならないって誰が決めた理屈なんだよみたいな、決まりなんだよっていうので、多分自分で押し付けてしまう、こうじゃなければ多分いけないっていうふうにすごく強く思われてるところもあるかもしれないので、そこはこう空気を抜きながら、あのリラックスしてちょっとこうね視点を変えてみたら、真正面だけじゃなくて後ろとか斜め上からもしくは下から見たりすると、なんか違う景色が見えたり、あ、そっかそっか、じゃあ前だけが絶対正解じゃないんだなっていうのもあると思いますね。でそこで人でね相談するっていうのもありと思うんですけど、あの相談してもその人のまた感性があったりするから、それがなんかすごくいいアドバイスになる場合もあると思いますしね。なんか人に自分の気持ちを整理して伝えることができる時点でもうほぼ解決してるとは思うんですけどね。でもそういうこともあってもいいかもしれないですよね。自分の中で処理できるところは処理をしてみたいに思っております。というところで一旦 CM 入ります。 CM です、どうぞ。今 CM 中にバタークリームの話でもありました。冒頭にね話してたんです、バタークリーム。スタッフもあれよね、まあ、年の差もちろんありますので、あれですよ、スタッフが年上っていうわけじゃないですよ。あ、分かってる、私が年上なんですけどバタークリーム知らない、知らない、調べてみてください。バタークリーム、バターがふんだんに入っております。当たり前当たり前だよね、当たり前だけど、普通生クリームってほらなんかそう、あの卵白とそうお砂糖となんとかってバーって混ぜるのになってふわーってなるんですけどね。まあまあまあそういうのもあるよっていう。いやでも本当にお菓子作りすごい上手な方っているじゃないですか。もうそういう人たちが作ってるとなんか自分でもできそうとか思って、こうね混ぜ方とかさ、こうなんかこうしてボウルでやって、こうしてこうこれぐらいね角が立つぐらいねとか言って、全然膨らまないよね。あ、どういうことなんだろうね。ホットケーキですらなんかどの塩梅が一番いいのかっていうのが分かんないですけどね。お水が冷たかったらね、また混ぜ具合とか粉の量とか変わってくるんでしょうけどね。え、あれだよね、パンケーキあるじゃないですか、あのファッファーのパンケーキ、あれだいたいさお店に行くと2つから3つ出てきません？知らん。あのパンケーキの上にさ、一時期今もあるのかな、そのお店、めっちゃ生クリームがすごいやつ、あれごめんなさい名前があったよね、あれね、あれ本当私はあのパンケーキを食べに行きたかったんですけど、あのクリームをどう処理していいのか、あれを横に置いてそのまま返すのもと思って、だ誰かと行きようって話だったんですけど、でもパンケーキ多分ほぼ大体同じ味だと思うんですけど、多分ちょっと違うと思うんですよね。なのであの熱々だけを
ふわふわを食べたいので、なんか1個でいいなっていつも思っております。もうね、今日頑張ってんのよ私。今日ちょっとね、こうスタッフの状況がいつもと違うんでね、ついつい甘えが出てしまいます。いけません、そんなこと。後で反省文になりますけども、そうなんです。またちょっと特番の話しますけども、特番ね、先週先々週あのオンエアをしておりますが、俺たちシャナナ族というところで、皆さんにお届けしたらトータル、まあ、1時間の番組だと思います。前半後半ね、すごいよ、ほぼ半日撮ってたから。あ、ごめん、 それは嘘です。5時間ぐらい撮ってました。え、5時間ぐらいだったよねと思って、約ね5時間ぐらいですけど、いやー、まあ、ちょっとね、パーソナリティも頑張りました。いろんなことやってます。もういろんなところがカットになってると思うんですけど、いやもう本当にね、すっごくあのパーソナリティ小林さんめちゃくちゃ活躍したんですけど、やっぱりそこは平等にね編集しないといけないと思いますので、あの面白いところだけ抜かれてると思いますが、もう至って真面目に参加させていただきました。で、一番心配したのが衣装が、なんか一人なんか路線が違うっていうね衣装だったんですけど、あ、そっか、あ、そうだよなと思ったけど、逆にあれ良かったなと思って、皆さんがなんかそのなんかヤンキーって言うとさ、短ランにとか、あのセーラー服に、いや私もあれ見てたんだけど、あれじゃちょっとね、いつもの千夏らしくないだろうというところで、あの見ていただければいいんですけどね、なんかテカテカの、本当にあの鳥色のテカテカの、もうシャッとね、もうジャージかっていうぐらいのね線が入ってるやつを着ておりますけれども、あれはもうね見たまんまです。暑いです、もう本当にね、あの空気通さない、汗吸わないっていうね、あれを着た後に、まあ、2キロぐらい痩せるかなっていうぐらいの衣装なの。ぜひよかったら皆さんもああいう衣装をね着てね、シャナナ TV を見て笑っていただけたら、きっとなんか体が絞れているかもしれません。まあ保証はないかもしれませんというところで、なんかお久しぶりではないですがね、千夏お一人様会でございました。来週はね、あれだよ、多分楽屋トークなります。それではまた来週、バイバイ。